それでは今回の素敵なゲストをご紹介いたします。新作コンセプトシネマ、そちらの空はどんな空ですかが映画初主演となったジオンさん、そして今作品が映画デビューとなる松風里咲さん、さらに今作品が初めての短編映画の脚本を手掛けた北川恵理子さんです。お願いいたします。はい、ちょうどね来てくださいました。よろしくお願いいたします。そうですね、もうぜひぜひ、もう今ちょっとキットキャットをイメージして、これ赤と白のドレスになってるんですからね、すごい素敵なドレスですね。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。それではですね、皆さんお写真もたくさん撮りたいと思うんですが、早速ここで新作コンセプトシネマ、そちらの空はどんな空ですかの予告編をご覧いただきたいと思いますので、皆さんこちらのスクリーンをご注目ください。長い長い廊下がどこまでも続く廊下が、私の心臓のドキドキに拍車をかけました。長い長い廊下、学校の廊下、私からしたら懐かしい、そういう風景、もう一度そこからやり直せたら。接下来谈交易。之前你要交给我。空ですか。さて、ついに発表となりましたが、コンセプトシネマ、そちらの空はどんな空ですか予告編、いかがでしたでしょうか。まあ、やはりその空がタイトルになるようなね、本当綺麗な空がたくさんあったり、素敵な風景があるんですけれど、やはりなんかこのちょっと悲しみというか、このドラマもたくさんあるんだろうなって、僕まだ見てないからわからないんですけど、すごく続きが気になるようなトレーラーとなっていましたね。さて、それでは早速です、そちらの空はどんな空ですか、脚本の北川恵理子さん、主演のジオンさん、そして今回が映画デビュー作となる松風里咲さんのお三方にお話を聞いてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにね、今回ジオンさんは映画初主演ということなんですけれど、まあね、女優としていろんな作品出てますけど、主演は初じゃないですか。それについて、まあ、どういった心境です、でしたか。まず主演としてここに立ってるのが本当に光栄だと思います。あと本当に好きな北川さんの脚本で、自分が主演として一つの作品を引っ張っていくのが、やっぱりそのプレッシャーを感じたし、難しさを感じたんですけど、でも監督とスタッフの皆さんとなんか一緒に悩んで意見を出し合って、本当に一生懸命頑張りましたので、本当にいい作品になってると思います。はい、いやでもね、ごめんなさい、僕も個人的に北川さんの作品すごい、僕ハワイ出身なんですけど、ロングバケーションとかビューティフルライフとかすごい好きです。どうしてみんな日本の人じゃなくて知ってるんですか。
ですか。それはもう世界の北川さんだから。もうそうなんですよ、有名なんですから。いやいや本当に、はい、もうだからそれだけでまず見ますよね。そうなんですよ、北川さんの作品見た方は絶対見ますよね、はい、だからそれだけじゃなくてもう本当アジア、もうこれからねアジアの方々にいっぱい見ていただけるような作品になるんじゃないかな。そんな中ジオンさんもでも初主演でこう自信を持ってこう満足いく作品になったって言ってたので、それも本当にすごい、ね、楽しみですね。はい、はい、楽しみです。はい、さあ続きまして、あの松風さん本作が映画デビュー作、はい、ということなんですけど、クラウンカップを迎えた今、どういったお気持ちでしょうか。と今回あのお芝居を初めてやらせていただいて、本当に始まるまでは本当にすごい緊張していて、たくさんのスタッフの皆さんとかカメラの前で演技をするっていうのに本当にドキドキしていたんですけど、と現場ではとスタッフの皆さんもジオンさんも本当に親切にしてくださって楽しく撮影することができたと思います。すごいですね、まあ、もちろん緊張したんでしょうけど、こう楽しく撮影できるっていうのは本当大事ですしね、そういった現場を作ってくださったってのがやっぱ最初の作品っていうのは本当に、ね、すごくあの思い出に残ると思いますしね、はい、いや良かったですね。でも、まあ、やはりねいろいろ大変な部分はあったと思うんですけれど、今回ジオンさんも松風さんも初ということなんですよね。初尽くしの作品になったわけですけれど、北川さん今回のキャストについて脚本された時のイメージと比べていかがでしたか。私まだ完成品を見ていないので、はい、今初めてトレーラーで見て、あの、すごい2人ともその世界ドラマじゃないね映画の世界の中の人になっていてちょっと期待ができるなと思ったんですけど、嬉しいですね。皆さんもそう思ってもらえるといいなと思いました。いやそうですよ、あの、はい、ジオンさんの、あの涙のシーンちょっともうあれだけで泣けてきちゃうぐらいな感じでしたけどね、気になりますけどね。いやあのジオンさん今回のシネマで夢を実現するために苦しい現実と向き合う女の子エナ役を演じられたわけですが、実際にジオンさんがエナに共感する部分などはありましたか。そうですね、あのエナも私もこうやって海外でもう家族とちょっと離れてお仕事してるのがやっぱりすごい共感できたし、なんかそれだけで本当になんかこの役になんか分かった気がするっていうのがあって、でも本当に夢があるのってすごい素敵じゃないですか。だからこの役を演じることができて本当に嬉しかったですよ。本当にやる時も楽しかったし、もう毎回セリフを言うたびにもう本当にあこの気持ち分かるっていうのがあって本当に楽しかったですね。